ジャン君が音でビビっています。今日は、この地域の花火大会です。ちょっと耳がイカ耳。あ、こっちでもビビった人がいます。どうしよう、どうしよう、どうしたらいいんだろう。ここに寝てる人もいます。どんな顔してるかな。さあ、こちらからは分かりませんが、ビビっていたでしょうね。今、箱の中に。さあ、ポンちゃんは、ポンちゃんもなんかちょっとんってなってますが、ポンちゃんは落ち着いて、そうではないか。この家からはですね、こんな感じなんです。これは花火大会とは言えませんね。あ、ちょっと上から見えた、この後外に見に行こうと思います。東京の花火が今日が最後ということで、ちょっと外に見に行きました。時間がちょっと遅くなっちゃったのでですね、一ところで止まっているんじゃなくて、皆さんの迷惑にならないように歩きながら見ています。最後来るね。
なんか怖かったね。すごい音がしてたね。あずちゃんちょっとビビった顔だね。ポンちゃんは平気そう？大丈夫かな？そしてカオリンの姿が見えませんけど。ジャンケン、ジャンケンもちょっと目がまん丸になってるね。大丈夫？減るとこんな状態になっちゃうカオリンです。そしてちょっと触ろうとするとシャアを言ったりします。はいはいはいお腹が空いてる時の症状です。ジャン君びっくり。はい、どうぞ。はい、よかったね。おいしいね。あれ、でもあそこに黒い人いるよ。あらそしてあの上にあんちゃんがいるよ。あ、本当だ全員チャリンってなケージにいるよ。よいしょ。どうする、どうする。4階屋上アンズさんですうーん、3階ベッドルームポンちゃんです。2階、ここは食堂カオリンです。食べてます。そして1階トイレケンソファー、ジャン君です。おや、面白いことになっています。どうしましょう集合住宅です。すごい、なんだみんなケージ好きなんじゃん